はい、改めましてワンゲームですでございます、ちょっとね今回いろいろ狙いすぎたせいでちょっと負けちゃったんですけれども、よくよく考えてください。海だけで見たら超プラスなんです。なので、次回ですよ。もうだってその過去のことを考えちゃダメね。次のことを考えていきましょうね。次朝からちゃんと見ますよ。僕さすがにパチンコ担当なんでちゃんとこれまいろんな事情を絡むけど言えないけれども、ちゃんと見ます。ちゃんと見た上で自分が今めちゃくちゃこう気持ちが入れる台を打ちます。できれば先方にしてほしい。その結果ありきで追わなきゃいけないきつい。だからその一番いいのは先に本当一番理想は関西が先にやって負けてることなんですよ。そしたら気が楽なんだけど、あんだけ語れるとやっぱおかしくなるからこっちも。なので次回見ててください。めちゃくちゃ序盤からテンション高いです。今日はね多分後半だけだと思うテンション高いの。頑張ります。はい、123TV をご覧の皆様こんにちは。ワンゲームですでございます。もう123大相撲早いものでね、もうこれ3回目でございますよ。今のところ関東と関西が1勝1敗ですね。全部で6回なのかな、6回ですよね。なので、今日で半分ちょうどだから、多分今日すごい大事。僕ら前回後半だったんですよ。で僕とリノさん土地狂って負けたんですよね。僕ら前半ですよね。僕らの前半なので僕らの前の結果がさらの状態で打てるので、今日はだいぶ冷静にいけます。ところで今日のゲストをご紹介したいと思います。第3回のスロットゲスト関東の方はこちらの方でございます。よろしくお願いします。マリモです。よろしくお願いします。お久しぶりですよね。もう思い出したくない過去ですね。そう、共演した時前回は敵だったんですよね。そう前に日暮の大会、はい見倒し大会で決勝に残ったのがこの2人だったんですよね。震えてましたもんね。僕結構自分の動画ってどこが使われてるんだろうとかって見るんですよ。コメントもざっと見たりするんですけど、もう決勝戦の動画だけは今まで1回も見てない。怖すぎて振り返れない。ただ前回はここでバチバチの1対1の差し勝負でしたけど、今日は協力プレーなのでプラス乗り打ちなので、乗り打ちなんです。なので、若干スロット責任重大なんですよ。大選び大事なので、人の方が確かにそうです、結構勝敗締めるところ大事かなっていう気はしてますんで。パチンコの方が事故ってズドンいく可能性はあるんですけど、だって時間短いとね初当たりが取れないっていうのがありますからね。1日単位で見るとやっぱりちょっとパチンコは運ゲーなところがあるので、よろしくお願いします。こちらこそ。惜しいって先に言われるとなんかな。今日はもしかしたら最初からルールを無視する。ルールじゃないですもんね。強制じゃないですもんね。今日の気分を重視しようかなと思って。さあ回転です。はい、お願いします。さあ、ようやく回転でございます。さあ行きましょう。全然見当たらない。完全に間違えたな。お願いします。あ、今いいですか。出ます。ちょっと先に俺はスロットが見たいパチンコ担当だけど。あ、ここか。なるほど。まあとりあえず取ってみようか。いや別にパチンコを放棄したわけではなくて、ちょっとね打ちたい理由があるんでございますよ。やっぱり皆さん窓曲げ行くよね、それはわかる。でないね。どこよ。あ、いた。ご用意しておきましたね。ご用意しておきました。やりますかまた。やりますか。あの日の苦い記憶を。あの日のやつをもう再生しましょうか。じゃこれ僕ら前半戦だから座れる台なんですよ。そうですね、確かに。後半戦でやっぱり前回ほど負けてるとこれ座れないんで、安定して勝ちましょう今日は。じゃ1人1000枚。1人1000枚、2人合わせたら2000枚ですからね。まだ全然余裕のプラスです。やべえなと思ったらパチンコ行きます。パチンコ担当ちゃんとパチンコ見なきゃいけないで、やっぱねパチンコって昼から埋まり始めるんで、これ朝人がいないうちにどんだけ把握しとくかなんですよ。後から見てもしょうがないんで、朝のうちにちゃんと見ておいて、あれ日暮俺ないかもって、やばいかもって思ったらスパッと下に来れるようにしとかなきゃいけないんだよな。さりげなく右打ちランプをチェックないね。うん、大体把握しました。 OK です。地下4円バラエティ1パチ、なるほど、4円バラもあんのか。海がジャパン、大海、あっちはあれか、銀パラか。うわしゃ、大きい海が打ちたいんじゃ。パチンコの状況大体把握しましたので、とりあえず朝は日暮打たせてください。お願いします。おはようございます。おはようございます。さあマリモさん、はい、約1年ぶりぐらいですかね、今わしのこの2人で日暮らし横並びっていうのが、いやー思い出されるな、あの日の記憶が思い出しますよね。まあ、僕は勝った方なんでだいぶいい記憶があるんですけど、僕はもうちょっとでも、まああれから鍛えてきたんで、はい、技術的な面は多分もう向上しないんですよ、正直自分の思うんですけど、精神面はあれからまあ何回か打って鍛えてはいるんで、はい、結構やっぱ精神大事ですからね。メンタルスポーツですね。大丈夫です。今日は味方なので、乗り落ちなので、僕は圧かけないで。お互いね、お互い圧かけずに、戦いじゃないから。楽しく。そうです。フランクにやりましょう。フランクにやりましょう。じゃ、行きましょうか。どれぐらい打ってます。いや、なんだかんだ、打ててないですよ。実を言うと。僕も、最後に打ったの5月とかかな。多分、その、なんていうんでしょうね。意外と朝狙われるじゃないですか、これ。そうですね。入りそうな日は狙いますよね。そうで、僕打つのはいいんですけど、大体のほら通常時の打ち方だったりとか、こうなんていうの技術介入とかは何の問題もないんですけど、いかんせん高設定確定演出が覚えられないんですよ。なんでかというと、高設定多分座ったことないから見たことないですよね。これが高設定だっていうのを打ったことがないよね。ないです。ただトータルでの収支は鬼プラスです。そう、なんか勝てるんですよね、やっぱね、甘いんですよね。まあ1日単位でバカみたいなさまいは出ないですけど、やっぱり周期、おっと周期の RT がやっぱ出玉の減りをすごい抑えるんで、わかります。毎回忘れるんだよね、この時が、まあ、とりあえずそう久しぶりにやると忘れるんですよね。これ白っすよ。お、同時これが一番役 CB、 あれ C かもうね、そこら辺は全くもうあんま気にしたことがないです。おお、いった、早っ、味覚ちょっとやめてもらえます。ここでもまたそういうなんか俺の方が勝つよみたいな、朝一一発目10ゲームぐらいですか。いや、そうですね、一枚役やる。確かこれは赤頭だったかな。そう、結局ボーナスの種類とかも覚えとかないとじわじわ損しますよね。そうなんですよ。地味にこの三枚とかのね、あれ効いてくるんで、一枚掛けできないから。はい、じゃあ私は先にバケってたけど、富竹ボーナス。富竹ボーナス。で一枚ですね。で富竹ボーナスはそうだ。ボーナス中に示唆があるんで、金なんて見たことないです、俺。1回だけあるかな、数値の時に、はい、でその時に2000枚ぐらい出たんですよ。じゃあ上入ったかもしれないですね。そうですね、その日ぐらいかな、あるかなって思ったんです。だから僕日暮の構成って都市伝説だと思ってるんで早速銀出ました。これは出れば出るほどいいやつですね。高設定示唆でしたっけ。示唆です。まあ、出れば高設定ほど出現に下がったから。おっ、これはあれですよ。普通じゃなかったっけ。なんかありましたっけ。これはまあこれ飛びたけないと関係ないんですけど、かけらつむぎをうまく伸ばせばかけら階層って覚えてます？覚えてます。めっちゃたまるやつですよね。かけらとかでも。そうです。かけら階層までのゲーム数が残り14以内かですから。あ、なんだ詳しいですね。そうです。その辺は覚えられるんですよ、縁があるから。僕が全く覚えられないのは高設定確定だけ。縁がないから。ここでうまくこの2択を当てて粘れば。こういうところは結構な見えてくるからな。そこいらないっすよね、ベル。そうです。赤白白かな。ああ残念。あとはここの引きですよね。ベロリップ控えです。僕はセグミない派です。うわ二択右 OK セーフセーフ。右 OK。 おおうめえ。今日だいぶ見えてますね。あ、なんか引いた。これがチェリーだったって。ああ当たった。おマジで。おあもう私も赤頭同じですね。赤頭ですね。よしよしよし、素晴らしい。こちら ART 確定です。勝った2000円。2人でまだ3点しか使ってないですからね。でこいつの大事なのはいかに投資を抑えるかなんですよね。そうですね。1回の出玉がそんな多くないから。そうなんですよ。これ当てれば OK ですからね。右右左右。おららすげえさえ渡ってます。これなかなかないですよ、4発正解。やっぱなチャンピオン違いますね。いやでもやっぱりチャンピオンより強いのは日暮親代番なんです。それ見てもらわなきゃね。あれこれ4発成功してもダメでしたっけ。僕ねそれねよく覚えてないです。俺も覚えてないです。だってなんかやると色がどんどん変わっていくから、はい、変わってるとかついていくから。あ継続になるわけじゃないのか。あ死んだ。やばい、ぬか喜び。しかもそこでね、ああ、外したっすとかパン止めちゃうんですよ。ダメなんですよ。ちゃんと白を狙ってくださいね。集計が200になるんで。あ、俺4発連続成功したら格だと思ってた。やっぱり日暮親代マンですよ。まあ記憶に残ってるのは、はい、あれと決勝の忌まわしい記憶が強いですよね。あと陽介さんが思いのほかヘボかったっていう。そうそうそう。敵弱えし。そうマリモさん VS 嵐さんを僕がやってたんですよね、実況を。そうですね。でこの時圧かけまくってたんです。いややっぱライターさんは失敗できないですね。いや本当ねあれはね罪作りな企画ですよ。あれは本当に罪作り。あんなひれつく現場はなかなかないですよね。予選はまだねフランクというか仲良くやってましたけど、はい、だからリノ君とかも決勝残んなくてよかったって言ってました。残りたい言ってたけど最初は決勝気楽でしたからね。うわこれは出なくてよかったわって言ってた。俺あの大会で優勝して大量にお米券もらってお米欲しいって言ったから使い切れなくて親戚一同に配りましたからね。米配りおじさん。ちゃんともらえたんですね。炊飯器ももらったし。ああそっかそっかそっか。お米券いっぱいもらって。いや久々だな。これもそうだ、ちゃんと狙っといた方がいいんだ。いつ一枚焼きが出すか分かんない。すごい出る。そんな出ないよ。保証ゲームがなんか結構決められるんですよね。覚えてないよ。別にあんま気にしなくても、さっきみたいにその階層まで近いなっていう時は結構意識しますね。それもね初めて知ったぐらいですね。さっきのミオさんのやつが、はい、まあまあ近いで、レナがこうゴーンってやってるのがすげえ近い。あ、そうなんです勉強になるわ 123TV 知識を増やして帰れると。ただまあ意識してもどうにもならないですねまあ確かにね、2択のプレッシャーが増すだけで、あとは運ですからね。そうそうそう、嵐さんと共演があって、はい、お社の間の下りやったらそこからずっとやってました。窓間に駆け抜けまーんとかしていや、あの人もサービス精神、ああ当たってた、おお素晴らしい。今ので何が当たったんだろう、赤から狙ってる。あの人もサービス精神旺盛なんでね。そうなんですよ、人が喜んでるとねやってくれちゃうんですよね。さあ富竹なのです。あれ、これもなんかやるんでしたっけ、逆をして。富竹はいやないですね。ただたまに似たくなりが出ますね。あ、そうだ。で当てるとポイントが出てたまるみたいな。そうそう、だからこの番組基本パチンコ担当とスロット担当で席遠いんで話すっていうのがあんまり喋れないんですよ。電波が届かなくて、基本フロア違います。フロア違います、基本。今日はガン無視したんだよいや、よう続きますわ。僕ちょっとした自慢なんですけど、日暮らしで、はい、1500ゲーム完走させたことあるんですよ。あ、ゲーム数で、はい、枚数は全然足んなかったんですけど、あ、ボーナス引けなくて、はい、ART だけがもう恐ろしく続いて、それエスパーやったってことですか。どうだったかな。ボーナス引かないで結構そんなつながりましたっけ。あ、フリーズとか引いたのかな。かけら階層行ってなんかすごい貯めたとかあったと思いますけど、もうボーナスは富竹ばっかり。あ、なるほどなるほど、はい、あ、そうかそうか、富竹でポイントを稼いでるんだけど、そうですそうです、枚数は取れないみたいな。あ、外しちゃった。だから富竹で増やした分が、はい、この ART の準備中になくなってをずっと繰り返すみたいな。あ、なるほどなるほどもうずっとやってて、もやもやするやつ、なかなかね、この台は完走は難しいですからね。お、今の最後の数から積もってましたおめでとうございますびっくりした。こっちだよね、こっち、はい、こっち押して、左中段に白7、多分スイカだと思うんだよな。ほらスイカだ、やっぱり OK。 あ、そうか、押したら分かるんですよね。そうです。で、僕あれから大泉の岩崎さんにいろいろ習って、ええ、ART 中ほら中押しで白を押すとやっぱはっきりしちゃうから、乾燥型とちょっと相性悪いじゃないですか。そうですね。で、なんか青を押して海猫打ちにするといいよって、あれ右押しして枠下白押ししてると、最後の演出まで全く分からないふうにできるんですよ。ああ、そうなんです。要は外れの目とリーチのが完全に共通になっちゃうから、まあ別にね、最後に告知されるまで知らない、そうそう、知らない方がまあ知っといた上で言う恋とかっていうのはあるんですけど、気分で選べるんで。哲さんってその時、決勝の時思ったけど、その予選の時からか見たりしてて、微動だにしないですよね、精神状態。あ、そんなことない。それ多分自信があるからだと思います。ああ、なるほどね。割と昔から目押しはそこそこ、人並みとか、人並みちょっと上ぐらいはできたので、失敗するかもっていうのがよぎるとやばいんですよ。だから一回失敗すると崩れるんですよ、自信がなくなって、ああやばいやばいやばいみたいな。気持ち的にイケイケの状態はもう何があっても大丈夫です。そう、だからほらピスタチオ田中君となんか40連続ピッタぐらいやってたじゃないですか。やってました。あれ見たときに、この人はどういう精神状態で打ってる人なんだろうと思って。あの時でも結構僕プレッシャーがやばかった。ピスさんがやっぱ先に成功してたから。てか、あんなことされたら決勝戦の前にすんじゃねえよこの野郎と思って2人ともね。そうそれ決勝戦ってやるやつじゃねえか。準決勝がちょっと熱すぎたんですよ。そうそうそう。今回引きました、ベロリップ。ここが一番ミスっちゃいけないところですよね。あ、そうですね。ビッグ中何本ミスってもここだけは絶対にミスんないようにしましょう皆さん。あと周期のうっかりね。あ、周期のうっかり、周期のうっかりすげえでかい、すげえ多い。あれすげえ、あれはすごい多い。そうなんです。ああ、ラストゲームでなんか引いた。あ、一番よくこれはどうですか。ああ、ダメか。いや、まだ。ああ、ダメだね。残念。一番なんか自信満々で、あ、さっきの一枚役で積もったって思ってると、青とかフラッシュしてリップ長が入ってる。僕いろんな打ち方試した結論、やっぱ ART 中は海のコーチが一番いいです。完全に分かんないとやっぱ飽きるんですよ。そうですね、確かに、ね、たまにリーチ目が出つつ外れ目でもチャンスに残すのが一番。今日は、はい、やっぱだいぶいい、楽ですか、あの時より。そうですよね。ほらあの時さ、会話もね、そう、あの時みんなが気使って、俺あの空間であんだけの人数いてあんだけの無音ってなかなかないでしょ。リール回すのと本当あのテーションぐらいしかね、チャンスアップがない。あ、これ2回目なんだよな、チャンスアップがないってことは逆転して優が飛んでくる可能性も若干上がる。あ、最後の最後に出たわ、多分これ入ってますね。おめでとうございます。あし、これで富田家の時がっかりするんですよね。枚数ねえしみたいな。大体使っちゃいますからね。僕まだ今日富田家しか引いてないですよね。よかったよかった。チクラシボール。あ、右だ。そうそうそう。ごめんなさい。あ、これよ、あ、ごめんなさい。今の外れでした。たまに音が鳴って外れがあるじゃないですか。あれ設定ってなかったでしたっけ。確かあるんですよ、多いほど高設定みたいな、ありましたよ。これもなんか画面がループするんですけど、誰から始まるかとか関係ないんですよ。あった、そのビタ押しした時ですよね。そう、でも覚えても高設定のやつ出ないから意味がない。そう。さあこちらはなさそうだな、残念。まあでも一応ちょこっと持ちコインできたんで、はい、この中でそのちょっとの持ちコインも結構でかいんですよね。そうですね、どっちかな、まあ、最初は左かな。ナイスサスパー、ナイスサスパー、オーケー。ああ、素晴らしい。この壁大事なんですよね、この台。そうね、このベルリップをね、突入リプレイを、あのストックがあるときにベルリップすぐ引くと損した気になるんでね、耐えたいですよね、あそこはね。これ確か偶数比差なんですよね、確か。あ、そう、なんかそう、何人で、だから1人じゃないやつ、そうそうそう、全員ミニキャラとかで作ると六角なんですけど、僕の中ではやっぱ都市伝説ですね。あれあれ、あ、なんかある、それもこれなんだっけ、それは面白い。朝一のビッグが日暮らし以上のやつの時だと出やすいんですよ。あれ、俺これあんま見たことないから見てみよう。どうします ?2 以上だったら、2条だったらどうしますか。もうやめれないっすよ。設定2以上の期待度アップです。それすらあんま見ない。それすらあんま見ない。おお、でっかでっか。これは当たってそうだね。当たってそうですね。ワンチャン外れて親父の子ねえから。ああ、C だ。おお、おめでとうございます。今日いいな、2人とも。カラフル柄なんでポイント入りますね。カラフル柄、出た。出た、レインボーとは言わない。レインボーとは言わない。大泉のこれはカラフルですから。カラフル柄です。白。ああ。カラフル柄って。おーっと、来ました。これもね、なんか斜め揃いとかで設定差あるんです。確かありますね。確かそれ斜め揃い結構でかいですよ、設定差。でもね、斜めのチャンスすらない。あ、見たことないですね、斜め揃い。あ、またシルバー出た。あれ、今日はお、また来た、また来た。鉄シフトは敷かれてんじゃないですか。いや、その可能性ありますよ。割と寄ってるんですよね、キャラに。前回スロットサンドリノさんで、リノさんキャラなんすかっていつもって打ってるやつみたいな。そしたら、いや僕キャラないっすって言われて。基準がわからん。確かにリノ君この機種ってイメージあんまないかも。そうなんですよ、立ち回っちゃってるんで。そうですね、素晴らしい。今日は順調です。ART 確定状態で富田家引いたんですよ。あ、そうそうそう、準備中ですよ。だから哲さんより陽介さんの方が年上なんですよ。僕の1個上ですね。陽介さんと同い年なんですよね、僕が。あ、丸山さんがですか。はい、あ、じゃあもうこれほぼ同世代ですよ。そうなんです。やっぱこの世代のおっさんは最低限目押しできるんで、陽介さん以外はね。陽介さん以外陽介さんね、そんなに技術改良タイプじゃないですよ。あの人アルティメットエンジョイ勢なんで多分でもユニバカで多分ニアミスしてんですよ。あ、ちょっと軽くご挨拶ぐらいはしてるんですよね、多分。ワンゲームまだやってない頃ですか。いや、やってたんですけどまだ YouTube やってないです。あ、そっかそっか、はい、そう YouTube やってない頃だ、はい、本当に一部の怖そうしか知らないみたいな。だからね、いいな存じ上げなくて、はい、はい、それでなんかコスプレしてる人たちいるなと思ってって考えたら、もう5年以上前ですね。あれがもう6年前とか。4割ある、4割あるぞ。ああ4割引ける。うお終わった。でもここ大事ですからね。そう、ちゃんとこうちゃんとちゃんとやれば別にね、難しいことじゃないです。そうです。ああ残念、ついに終わってしまいました。ここは大事ですでも400枚近く取れました。そう赤だ。なんか地下にコンチ3あったりとか。あれこれ多分おっ、これ何でしたっけ、ボーナス当選ってチャンス。そう、ボーナス当選、今これで当選すると、はい、なんだろう、あ、当たってる。おお、1メーター。これがもし富武でも ART 入ります。あ、そうで、そもそも信頼度が 25%、 なんか結構あるんですよ。結構熱いですよね。でこれがもしダメ、種なしでも、うん、画面がこのお社、あ、そう、その最中に引けばいいんですよ。途中に引けばいいっていう。赤だ、赤でした。赤でした。ってことはさっきのがリプレイだったかも。やりました。それも忘れたな。それ、あれ、それなんだっけ。ここですよね。それ単独、あ、ちょっと単独白か。あれなんだっけそれ。しあ、違う。あれなんだっけそれ。気になります。あれここでしたっけ。こっちでした。あ、こっちですよ。リーチメリプレイでした。だからさっきの多分オレンジがリーチメリプレイ。ああ、なるほど。よーし、いい流れだ。今んとこ完璧っすね。結構プラってんじゃないですか、すでに。なるべく意識しちゃうから言わないようにはしてるんですけど、多分今んとこ 100% ですもんね、すべて。もうやめてくださいよ。それやめてよ、てっちゃん言うの。それで、それ、いや、どのタイミングで言おうかなと思って、早めに言った方がいいかと思って、後半で、あ、今日なんか全部オール 100% いけそうですねって言った瞬間、土台にぐわって、プレッシャー上がるから。それは言わない約束じゃないですか。ほら、もう。100% やったら勝てんだよっていうところがね、見せたいですよね。そう、できればね。てかもうこの時点でやめて、もう今日 100% でしたって言いたいもん。あのニューパルとかそれこそ言ってやっぱ勝てるな 100% だとっつって証明しましたって言ってねそう五十嵐激山ですって赤。ああ残念。そろそろ周期ですか。そろそろ周期。今ゲーム数見てなかったのが、これざわざわし始めるんで。そうですよ。なんか不自然にざわざわしますよ。できれば持ちメダルで周期来たかったけど、もう切れちゃうな。さあざわざわしたんで、もうそろそろでしょう。問題はここを ART につなげられるかですね。投手を抑えるにはやっぱ富武が先行するとな。そうです。言うてまだ投手3000円ですからね。で僕2000円ですね。2000円を2人だったらここ大事なんですよ。確実にもう今プラスだし、この台2万いっちゃうともうきついんで。ああおレインボーだ。いやいや違う。カラフルガラス。あ、ごめんなさい。抜けないな、やっぱ俗世間の言い方は抜けないですね。大泉に合わせていかないと。岩崎さんがぶつけられるんですよ。こんなに俺生活できるぐらいお金くれるならカラフル側ってずっと言いますけど、サビーとかユニバでも。さあ厳しい。初めて ARTC ボーナス、素晴らしい。ああ今日は富竹が少なくていいですね。お重ねる。おっしゃ。ああリーチ面。リーチ面、これはもうリップですね。ああリーチ面リップ。さっきのおそらく一万役 C からから B 買ってますね。どっちでもいいや。ちょっと2枚も何枚でもすいません、いただきます。そして3枚買います。いやいや、そのまま持ってってください。いずれにしろなので追加投資なし。富竹ばっかだな。ボーナス5回中富竹4なんですよ。いや本当僕ね、本当そのゲーム数で完走した時こんな感じでしたね。手暮らしでそれ負けるパターンなんですよね。初代の時から負ける時は大体富竹に偏る。ここはミスらないようにしよう。落ち着いてここはミスらないようにしましょう。もう7割あるうちにちゃんとやりたいですね。 RD それはなんとかなる。ああオッケー、ナイスプレイ。とりあえず僕の目標はメダルが増えるボーナスを引くことですね。メダルを増やすこと。赤赤白か白白赤をとりあえず引きたいと。引きたいです。その逆ですからね。親白は別に望まないんで、親白基本嵐さんしか引けないから、ボーナス親白回しか引けないですよね。獲得倍数2倍。そうそうそう、親白ボーナスな。インターネット上にありますんで、興味ある方は見てください。僕も実況で出てますんで。さあ今回はどうですか。ああ残念。種なしでした。ちょっと待てよ、引きすぎだろう。同じです、状況同じです、全く。いや、すごい交互に来てて、最後こっちだったと思うんですよ。はい、でも今日は交互、今回は交互信じますよ。あ、じゃあ右、じゃあ僕右。おお、乗ります。嘘でしょ。せーの。ずるいなそれ。じゃあまたほら交互だから。じゃあ僕も左。じゃあ僕も左行きます。おお、あつ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 。ずるいじゃん。ずるい。じゃあ交互なんでちょっと見せてください。じゃ交互で右ですか。まあまあ流れだったらね。じゃここで中田さんみたいにバシッいかないで。いかないようにちゃんとやると。はい。メダル増えないな。我々世代はここをパンパンってやんないように。やっちゃうんですよね。啓蒙活動しましょう。そう。500枚、600枚ぐらいはさすがに食らってる。目押しって、はい、もうその最初の頃からきっちりできてました。全然ダメでしたよ。ニューパルをしばらく打ってて、カエルが見えるようになってきたあたりからかもしれないです。ああなるほどなるほど。僕多分ね、初代のルパンですね。ああはいはいはい。オリンピア、平和かな。ノーマルビッグだとリプレーベルリプレイの見たんですよね。あれ俺こんなんできるわけねえじゃんって最初見た時ガイド見て、はい、できるわけないけどまあでもやってみようかな、ゲーム性面白そうだしって言ってやったら、はい、できたんですよ。結構しかも序盤の方で多分筐体止めただけでビターンって感じ気持ちいいですよね。あ俺上手くなってるっていうのが機種からです。俺その初代ルパンの時はあいやどうぞ。ああ残念。ゲーム性もさることながらやっぱりおお、びっくりした。今当たったんですか？今普通にその頭の中がルパンでいっぱいで下段の藤子落としからの中段ベルとか良かったなとか考えた瞬間に中段ベルでした当たりだ、当たり。これ多分どっちにしろ当たりだ。また富竹大好き。またお前か。多分白だと思う。単独、あ、キーベル、あ、それは分かんないはずだわ。そうですね、確かに。うほほ、ダメ。このね、56枚しか出ないですけど貸し出しボタン1回分本当に。でも減らないですけどね、逆に言えばずーっと同じところに停滞するずっと同じところにいる。1日打ってちゃんとお昼ご飯も食べながらのんびり打つ台ですね、これは。あ、やってしまいました。1枚またやってしまいました。流れですね、流れどっちだろう。流れ読み、さっき右でダメだったんで左 OK。 おー、交互なのか。ああ、実績重視に裏切られた。あれですよね、隣の人に、あ、全く知らない人だとしたら、あ、こいつ実績重視かって思われてると思ったら嫌だ。さあ、ここで追い切り4000円でお互いマイナスってことはあったんですか？ただないんですよ、それが。どっちが勝ってるんですか？1回目はもう結構拮抗して、僕と新さんチームも、はい、万発さんとモロケンさんかなのチームもお互いもう2万発とか、すごいレベルの高い戦いやってて、で2回目は二郎さんの大学で壊れたんで、もう本当に5000枚とか取られちゃって番長とかですか。そうで、それに追いつこうとして僕ら年狂って死んだっていう二郎君強いっすよね、そういう勝負事だと。完走2回とかずるすぎるって思って、あ、お、こんなのありましたっけ？いや、見たことない。プレビュー見たことない。確かに今日はね、南沢症候群です。そうなんですよ、発症してるので、やばい。ちょっとさすがにパチンコ担当なのでそして次に右打ちランプチェック許せねえ。次回もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。